はい、とつきまんさ清水です。本日はですね、この文春法が炸裂してツーショット殺、SixTONES、えー、森本慎太郎森川葵ラブラブ、えー、タイ旅行というニュースが入ってまいりまして、まあ、これをなんでうちが取り上げるかということなんですけども、まあ、やっぱりジャニーズ問題ずっと追いかけてきた人間からするとですねこの… 昨日の、ね、ニュースで、旧ジャニーズ会見 NG リストはコンサルが作成、事務所は関与せずというニュースが朝日新聞で流れました。まあ、何を隠そう、この,あの NG リスト6人入っているうちですね、2人は佐藤さんと本間さんといううちのチャンネルから出ているという、なかなか面白いなと。まあ、旧ジャニーズ事務所が旧ジャニーズ事務所になったきっかけ、要するに社名変更になったきっかけというのはですね、まあ、うちのチャンネルの,あの本間龍さんがです、ね、質問した、まあ、そこからなんですけども、 まあ、この今回の文春法を見るにあたってやっぱり旧ジャニーズ事務所というかジャニーズの権力というのは本当に落ちてきたんだなということをね、えー、実感させられるものがありましたでそれについてですねやっぱりジャニーズ問題ずっとやり続けてきたあのひとつき万歳そして特に本間さんとしてはですねこの問題扱いたいなというふうに思っております、えー、本間さんよろしくお願いします よろしくお願いしますまずあの a、えー、ストーンズねえー、その森本さんという方ね、うん、えー、その方がですねなんかラブラブチュッチュ夫婦へ大旅行とこの森本慎太郎さんストーンズっていう、えー、メンバーの中の一人なんですよね1997年生まれで、えー、なんで今だから27ですよねなったばっかり 若いっすね。はい。で、えー、で、それに対して、なんか、森川葵さんっていうのが、このスターダストプロモーションっていうところに、えー、いてですね。まあ、この方々が、まあ、お付き合いをされていると。<laughs> まあ、あの、これに関してはですね、どうぞ、ご自由にっていう感じなんですけども、この、文春の記事の中でですね、やっぱり、ああ、本当にあの、ジャニーズ事務所って、 鉄壁のの防御力を放棄したんだなというのがですねこの,この記事の中で、えー、まず森川さんこっちの方は事務所のコメントこちらが載っているんですよね。でこのなんか、えー、森本慎太郎さんと森川葵さんがラブラブ体力をしているうんぬんかんぬんとかっていう中で、えー、スターダストプロモーション、ねえー、の、えー、森川さんの所属事務所の、えー、質問状を送ったところ プライベートは本人に任せています。うん、こういうふうにコメントがされているんですよ。まあそれはもうだって森川さん29歳大人の女性ですよ。うん、まあ別にしかも別に結婚もしてないし、うん、でまあ,あの二股とかでもないし不倫でもないしまあご自由にっていう感じじゃないですか。うん、なんですけどもう一個 のですねこの森本さんの方なんですけどもじゃあこの森本さんが現在どこの事務所に所属しているかなんですがこれはですね旧ジャニーズ事務所から、えー、今旧ジャニーズ事務所というのはですね保証を専門とするあのジャニー喜多川のおぞましいね被害者1000人以上いるあのー、まあ子供たちを食っていたとあれに関してはですね、えー、スマイルアップというふざけた名前のね あのところがえ保証を専門にしているとこういう状況なんですよでじゃあこういうタレントのエージェントとかマネジメント業務はどっちがやってるのかっていうとですね旧ジャニーズ事務所から分社化したあのスタートエンターテインメントっていうところが、まあ、やってるんですよでこのねやっぱ文春の最後の一文森本の事務所からは回答がなかったって書いてるんですよこれはねもう 話なんですよ皆さんこの t o n e s って結構ジャニーズの中でもね中堅の、まあ、中堅というか上の方の結構それなりに人気のあるグループなんですよ。で、うん、その中の、えー、メンバーの一人が別に不倫とかではないけども、まあ、こういう、まあ、女優さんとお付き合いをされているんだというのがあって。 事務所から回答がないいやすごいねもうこれ何がねすごいねって私が驚いてるかっていう部分を本間さんがね、えー、まず解説してほしいんですけどまずこれジャニーズ事務所だった頃だったらどうでしたかこれ。いやもう戒厳令が。戒厳令が発令されて。うん あのまず、じゃあ、あ文春が報じるのはまあいつものことだから止められないけどうん、うん、他の媒体がそれを扱うのはまかりならん、うん、ネットでも新聞、雑誌でもねうん、うん、でとにかく、文春だけは羽生町にせよ、当然、テレビもラジオもみんなだめだよね。うんうんうん でそのまあ文書で問い合わせても文書で返すってことももちろん当時もほとんどなかったけど、うん、いずれにせいよもし返すとしたらそのようなあこ,うこ,うことはございませんぐらいたとえ写真を見せたとしても、うんえー、弊社タレントはそのような行為をいたしておりませんみたいな、うん、もうそしてだ最、うん、もっと恐ろしいのは。 うん、もうこの森本くん即謹慎あ謹慎 <laughs> もう即出てこれなくもうパスポート取り上げられちゃう取り上げられるもうラブラブ大力をなんか言ってんじゃねえよっつってまあラブラブタイ旅行を転じて、うん、どっかのホテルに1週間ぐらい缶詰みたいなさかわいそうにちなみにあの えっと何々大型の台風7号が関東に迫った8月16日の朝遅延や欠航が相次ぎ旅行客でごった返した羽田空港ターミナルの喧騒の中を若いカップルがさっそうと歩いていったがっしりした体格に凛々しい舞が人目を引く男はストーンズの森本慎太郎ビーチサンダルにジーパン白 T シャツというラフな装いの彼に寄り添う透き通った肌に白いノースリーブが似合う小柄な女性の正体は。とか出てた日にゃもうまず。<laughs> もう速攻で、男は監禁。男は監禁。<laughs> そして、さらに恐ろしいのは、<う>この女性タレントも、うん、森,森川さんね、森川さんも、うん、もう、えー、しばらくその、テレビとか大きな番組とかには出られない。うんえー、皆さんあの、一応念のため説明しておきますけども、 前回のアパフリンの中丸雄一さんとは違ってですね今回は20代男女の普通の恋愛なんですよ <laughs> 普通の恋愛なのにまず男性いい、ね、タレントが、えー、と監禁されてでなんで森川さんまでこの干されななきゃダメなんですか要するにうん、うん、旧ジャニーズ事務所でうん、うん、ジャニー喜多川が元気だった頃は。うん 恋愛は5発だったそんなあのね全員俺のものだからうんうんあジャニー喜多川のものだからそうそうそう、うん、あのちなみにジャニー喜多川さんは男の子が好きなまあそういう性癖を持たれていてでそれが大人の男の子ね、だったらまあ別に LGBT とかあるからまあご自由にどうぞっていう感じなんですけどえー 子供の頃から手をつけていたとれこれがもう大問題。で手をつけた人ほど出世するというですねこのおぞましき構図があってでも確かにそういうジャニー喜多川からすると、まあ、ジャニーズ事務所の創業者だけどねまあそりゃあ確かに女に手を出すとか女に手を出されるって言ったらいいのか俺のやつに何やってんだみたいな。 感じになるってことかまあそういうのはあっただろうね。感情的な部分がそれが一つあると、うん、それとこれは純粋にビジネス的な話ねだって結局このジャニーズのタレントたちのファンのほとんどは女性なわけじゃない。うん、で女性たちはやっぱりさその一人一人のジャニータレを。 彼氏みたいにこう自分の気持ちの中にはさ、うん、偶像化してるわけでしょ。<laughs> で、それが他の女っていうか、誰、あの、なんか、そのほんのこの小賢しいタレントに、うんあの、タレントなのか何なのか分かんないけど、女に手を出すと、うん、やっぱりほら、ファン離れていく。うん、だから純粋ビジネス的にも、 偶像支配だからさ、うん、あのー、もうああいう世界はね、うん、だから一生独身でいいわけよはっきりうん、うん、なのでえー、恋愛はもとにかくわっと、うんと、うん、恋愛ができないからじゃあ若い男たちはどうするかっていうと、うん、事務所が手配した で、あの欲望を発散する、うんうん、っていうのをよくやってた。うん、うん、で、あの、まあのまそれでもさ、うん、あのうか人間だからね、当たり前だけど、うん、恋愛するじゃないね、そりゃあまあね、風俗だけで満たされないものっていうのは、普通はあると思いますよ。ういやあるよね人間だ 恋愛が生まれたっておかしくないしさ。うん、ていうかそれが普通ですよね。うん、それでとにかくジャニーズ事務所の恐ろしいところは、うん、ジャニーズ事務所がかつて恐ろしかったのは、うん、自分の事務所の、まあだから今回の場合だったら森本君を、うん、まあ監禁っていうか謹慎だな。 よくはないけど、よくないけどまあ、うんどまあ、自分の事務所だからさ、うん、自分の事務所の所属タレントに何するかっていうのは、まあそれは一応タレントと事務所の契約関係だろうけれども、うん、昔のジャニーズ事務所の恐ろしかったところは、うん、相手の事務所にもプレッシャーかける。お前何やっとんねんって、プライベートはね。 あの本人に任せてるっつっても何うちのタレントにつばつけとんのじゃーっていうふうになるわけですね。でえー、っとまあそこはね、まあ、スターダストぐらいでかけりゃ大丈夫かな要するに、うん、ある程度大きいところあるんですよ鍋プロとか、まあ、今回のとかさバーニング系であるとか、うん、そういうところだったらまあなんて言うんでしょうかね組長同士の。 トップだって <laughs> なんとなくなんとなくちょっとお金のやり取りぐらいで済むけれどももうそれ以上の中堅どこいいかの、うん、事務所に対してはもうどう喝なやねお<ー>つまりこの女と女とうちの事務所の人間を絶対番組で共演させんのうするとさね。 あのジャニーズジャニーズ事務所全盛期は、うんうん、あらゆる番組にジャニーズのタレント出てたんでしょ絶対バッティングするわけ、うん、だからこの森本君じゃなくてもよそれ以外のタレントよ、うん、一切ごはっとっていうことになるとまあこの森川さんは番組に出れる機会を失ってで 恐ろしいのは番組だけではなくて、うん、もう新聞とか雑誌とかいろんなそういうこういうタレントを取り扱うようなところでももうあの女には絶対に仕事やるぐらい勢いで、ねうんはあ、だから相手が潰されちゃう、うん、っていうぐらい恐ろしいことを、はあ、まあ30年間ぐらいにわたってやってたわけですよまあそれが今回は なんか中丸アパフリン、中丸雄一の時も思ったけど、もう全然、何、危機管理も何もない。で、私が確認したところ、うん、ストーンズの現時点で、えー、これ8月28日の12時に撮ってるんですけど、公式の発表も何もない。うん、だから、もうやられるがままっていう状態で、ね。うんあとやっぱり、あれかな、そのこれが不倫じゃないからっていうね。うん プリントか、いわゆるそっち系ではなくて、うん、まあ一応、ちゃんとした、ちゃんとした、まあ普通の例愛、うん、であるならば、まあ、とりあえずゃないかと。まあ、とりあえず生還すると。あ<の>っていうのは、要するに、まるっきりこの旧ジャニーズ事務所と反対になったわけですよ。うんうんうん つまり、それぐらいジャニーズ事務所の締め縛り付けというか締め付けって苛烈だったわけで、ねうんね、そんなの嘘だろうって言うけど、俺、それ見て知ってんだなっていうレベルだからってさ、<laughs> あの嘘だろうっていうふうにみんな思うかもしれないけれども、当然、芸能事務所の人の、芸能関係の人なら、ああ、その通りだよね。うん、でも、それをずっとみんなみ見てみないふり。 をしてたわけですようん、うん、あの世界の人たち、うん、ね。うん。まあだから今回確かにねこの森川さんのあれは事務所は本人に任せております、うん、まあいつもみんなが言う話、うん、でもあのー、ジャニー側が何も返答してこないっていうのはさ、うん、なんかこう 不気味だよ、ね、不気味っていうかなんか本人に任せているとも言わんのかいって本人に任せているとも言わず,う言わずなんか放置、うん、まあこれジャニーズ事務所っていうのがねすごく本当に悪いことをねしていてメディアを支配していたんだけども、まあ、それが変わる 変わったというふうになんですけど次にやっぱりあるのはあのー、ジャニーズ事務所、まあ、要するにスタートエンターテインメントに所属されているタレントの皆さんは今までは鉄壁の牙城に守られた中で、まあ、下の、えー、っと欲を満たされていたわけですよねで、うん、こののアパフリンの時ね。 えー、これ「8月の7日ですカトゥーンの中丸雄一女子大生とアパホテル密会」っていうのがあったけどこれはまあ不倫なんだけどねでただこの時にも言ってたけど「文春」は第2弾第3弾をどんどん用意してくるんじゃないかとっていうふうにだから正直カトゥーンの中丸さんまあ不倫だと私の感覚では思いますが じゃあ,あ、えー、この女子大生がひどい目に遭いました私は中丸雄一に捨てられたんです変態プレイですそういうことは言ってないんですよ単にあのー、まあこれもなんかちょっと私違和感感じるんですけどあのあ「会いましたと」とナンパして、えー「会いました」でお茶しようって言われて誘われたらホテルの部屋を取ってるんだ っていう風にこう言われてアパホテルでいいのっていうのはなんかすごく違和感感じましたけどまあちっちゃいネタですよ。でもこれでもやっぱりスタートエンターテイメント大した反応しなかったから、まあ、今回もちっちゃいネタではまあファンにとってはものすごいネタではあるけどもあのやっぱ文春こうやってチクチクやっていってスタートの状況どんな感じなのかと。 なんか観測してるようにすらも見えちゃうけどねう本音を言えば、うん、スタートの本音を言えばさ「うん、バカなお前あんな女になんか手出しやがって」と「うん、これでお前ファンクラブから何人抜けると思ってるんだ」っていうそういう感覚、ねうん,うん,うん。あの確実にもちろんさ。うん あのいや私なんかあれだと思ってたのにっていう病的な女が何人も抜けるっていうことはうん、うん、まあこれは確かなわけです、ねうん、まあだって人気商売ってね、うん、しょうがないよね、うん、そういうもんだから、うん、さ勝手にそういうふうに思ってもらえるようにして売ってるわけで、うん、でも、うん、あの本当それで売り上げが落ちる落ちる可能性もあるでそれを絶対に許さないっていうのが旧ジャニーズ事務所 だけど、まあ、ね、当たり前だけど、もうそういう時代じゃないからです。まあ、統制も取れてこなかったと。うんで、全世界的に見ても、もうさ、うん、そういうタレントがその、まあ、それでも日本のほら、うん、<coughs> いわゆるこういう芸能界って、世界よりもめちゃくちゃ遅れてるのは、うん、タレントたち、ね、日本のタレントたちってほとんどが自分たちの主張、うんうん、自分たちが何をどう考えてるかっていうことは、 ほとんど主張しない、特に政治の話とか。海外の場合もうガンガン言ってるわけですよ、うん。そうね,、うん、ね。言ってるでしょ。だから、自己主張するっていうのが、海外のタレントはまあ当たり前なんだけど、うんうん、日本のタレントの場合、政治的な主張は絶対しないよね。それはね、多分ね、契約条項に含まれちゃってるわけよ。<ー>タレント事務所と本人の間で。うん、例えば政治的な発言はしないとかさ。うんうん そういうのがも,もう書いてあるんで、できなくなって。で、でもまあ、恋愛に関しては、まあ、あの、不倫でなければ。えっ、ー、と、一応まあ、ともな <laughs> なんて言えばいいんだよ。綺麗な、えーまあ、えっと、普通の、普通の,普通の恋愛。うん、普通の不道徳ではない普通の恋愛。普通の恋愛ならば、 まあ、目をつぶろうかっていうね。うん、あらなんか気いちょっと。ごめん,、うん。そういう感じなんだと思います。そこはスタートももう、何て言うかな、諦めてるというか。うんうん、ね。で。まあ、ましな状況に変わってきたと言えるのかなまあ、言えるんじゃない言えるけども、やっぱりこれから多分、 何君私の彼氏だと思ってたのになんでそんな女の子とキーみたいなのは多分どんどん出てくるでしょうね。うん、出てくるよ、ね、で売り上げにももしかしたら響いてくるのかもしれない。うんうん、えー、これでこのじゃあ森本君が OK ならば、うんね、このスターダイスト他の連中も。うんうんうん え俺も OK なのじゃあ俺も OK でいいよね。みんなが大恋愛ごっこに走っちゃって。<laughs> もうそうなったら、そりゃファン激減するわ。うん、だそういうところの、あれを、調整っていうのも、うん、本来は日本の芸能プロっていうのは、そういう調整も担ってたんだよね。だからそこのところ、 でも今のところ見ていると、スタートは別にあまりそこは干渉しない、うんうん、えっていう方針にしてあるように見えるだから、これからそのジャニーズが変わっまな、あ、くなった、ジャニーズ事務所がなくなった影響で、まあ、ものすごい変化の痛みを伴うことになるでしょうね。うん、ただ、まあ、それはいいことだと思いますよ、まあ、そうそう、うん、まあ、普通のことだもんね、見 不倫とか,、ね、なんか金銭の貸し借りとか、うん、すげえなんか,かっこ悪い話をもみ消すっていうのは、まあ、これは今でもやっている話だけれどもうん、まあ、普通の恋、ねうん、愛について死のぼうのに言うんだったら、うん、もうそもそもタレント業とかやめちまえよっていう話だと俺は思うからさ。うんうん ままああ,の、まあこれぐらいはいいんじゃないのっていう方針になってきたと、うん。で、それがファンがどう思うかとファンがどう思うか。ファ,ンファンも共心的なさ。うんうん、ね。あの、も本君とは私だけのものみたいなうんうん、うん。いるでしょう。いるよ、ずっといる。うんうん、でもそういう人たちが減って、ね。あの、 彼らも人間なんだっていうふうにさ、うん、見れるようになればす。うん、全然、なんて言ったら、普通の世界になっていっていいことだと、俺は思うしね。うん。うん、ただ、ただ、うん。あ、どうぞ。ただ、ね。この森本君だけではなく、うん、他の連中も、例えばですが、じゃあ、例えばだよ、これ、例えばだからね。うん 例えばのよろしくない例えで、うん、この森本君はもう常に文春にマークされてるわけで、うん、で、タイ旅行から帰って次は、なんかどっかアパ旅行とか行って、また別の女と出か,、うん、かけて,かけてったとか。<ー>でなってくると、すごくイメージ悪くなるんじゃん。うん、でそういう時にも勧誘しないのかいう。うん そこのところの線引きっていうのどうなんだろう。今はなんかもうノーガード放置みたいな感じになっちゃってますからね <laughs> まあそれがあった時はさ、うん、いい時はいいけど、うん、そのマイナスの部分が見つかった時がやばいよね、うん、まあこの森川さんとの話は別に悪い話ではないわけであのファンい以外にとっては まあなんか違うの文春これ羽根立てわざわざこれ後ろからさ撮ってるんですよ。<laughs> まあちなみにあの週刊週刊文春電子版では八十一枚の写真が見れますのでぜひ皆さん文春さんを買ってほしいんですけどいやなんかまあこれ見てもあ普通にいやなんかムツバシてよろしいおすなっていうそれで終わりですよね。 だけど、ファンが見たら切れるわけですね。ほら、うん、これ切れるわ。まあ、どれぐらい切れる。<laughs> まあ、どれぐらい切れるかっていうと、うちで例えるんだったら、例えば本間龍さんが、滝川クリステル、えー、小泉進次郎のあの嫁さんですけど、と、3回不倫をしていた挙句、電通から 毎年一億円金もらってクリステルさんと不倫しているにもかかわらず電通による夜の接待もうそれは、うん、顎足足、すべてを毎夜毎夜支配されていたーとかっていうことになるとです、ねうん、これはあの多分チャンネル登録減ると思うんですよ。<laughs> だけど。うん 旧ジャニーズのタレントたちっていうのはそれの何百倍も神格化,化されてるわけですからなんかあのひと月き万冊がですねあの悪と戦う正義のメディアみたいな風に誤解をされているんですけどもうちらはまだなんか、まあ、正直本間さんが滝川クリステルと不倫してたらまあもうあの即出てもらうしかないですね。 そのネタで出てもうそれで再生回数稼ぐしかないなっていう芸風に移るしかないんですけどまあまあジャニーズのタレントってそういう深刻化してまあある意味ちょっとカルトっぽいですよねそういうのでこう吸い上げていくっていうのはあんまりまあよろしくないただもう、まあ、ああいうビジネスだからねでもまあなんかそれと同時に今回そのジャニーズ事務所が変わったなっていうのが まあえー、冒頭でも述べましたけど、旧ジャニーズ会見 NG リストはコンサルが作成と、でこれ、どういうことかというと、ですね、うん、去年の10月にジャニーズ事務所が開いた記者会見で、記者らの顔写真付きの NG リストが配られていて、こいつらは嫌な質問してくるからやめろというふうに、ねね、あの NG だったんですよ。質問、だから要するに、質問者を指してはいけない、と<う>いう意味の NG。 その中で、えー、佐藤さんと本間さんどちらもこう入っていてで、なんでかっていうとですねこの、この前の NG リストが作成されたきっかけの質問というのがですね、一、えー、月万冊の本間流ですと、えー、ジャニーズ事務所の社名を変えないという意見がありましたがそれはあの被害者からすると。 ヒトラー株式会社やスターリン株式会社がないように被害者の心情を何も考えていないのでいかがなものかと思うんですけどどうなんですかっていうのをですね東山社長に言ったんですよねでそしたらそうですねって東山さん答えちゃったんですよでそれのせいでジャニーズ事務所って社名変更と分割になっちゃったっていう、まあ、だから会見とかね 報道とかの威力っていうのはまあ、本当大事なもんなんですよにもかかわらずそういうところで、まあ、こういう n h リスト作ってたっていうのはまあ、それだけね本間さんとか佐藤さんがすごかったっていうことでもあるけどもでもね実はこのジャニーズ事務所ここまでメタメタになっているんですけどもスマイルアップという保証会社の方はですねこれからメディアと対話をしていくとか えー、取材には答えていくって言ってるにもかかわらず全く今、うん、質問にも答えない状況ですだから風化を狙っているんですよねでそれを私はよろしくないなというふうに思ったのでまああれだけのもう世界史に残る犯罪をやったにもかかわらず風化させてで残っているタレントさんたちはもう別のところなんだからもう無罪ですというふうにやるのは ちょっとね、水に流すには詰まりすぎている大きいクソなんじゃないかなというふうに私は思ってね。あの、まあ、断るごとにですね、どちらかというと実はそっちが伝えたくって、ちょっと森本さんはネタに冒頭させていただいたというのが、あの、本音でございます。あの、正直、森本さんと森川さんがお付き合いしたらもう好きにしてください。はい。もうラブラブ良かったじゃないですかって、私は思いますよ。うん、で、ただ、 ほんとジャニーズ事務所のタレントなんかに騙されるバカな女たちが多いからこれに関してですね、私はいつも思うんです。この番組を見ている女性の皆さん、おそらく、もしかしたらご結婚されてる人もいると思いますし、あるいは職場に上司や同僚がいらっしゃいますよね。で、その時にですね、嵐とか、セクシーゾーンとか、ね えー、あと、まあ、今回だとストーンズのまの、あ、ジャニーズのタレントさんたちの顔を思い浮かべてその次にハッと旦那様の顔を見てください。どうでしょうか、うん、あるいは上司同僚の男性たちを思い浮かべてみてください。どうでしょうかいやいやいやもううちの旦那はねキムタクと、ね、嵐が束になっても勝てないぐらいイケメンよ。私にとって最高よ 素晴らしいいと思いますでも残念ながらそうじゃないからもう周りの男がクソすぎるからせめてテレビの向こうの偶像ぐらい見てないとやるのよっていうふうになってる人もいると思うんですよなのでなんかあの女性たちがねカルト的にジャニーズタレントを追いかけるっていうのは男が不甲斐ないせいなんじゃないかなっていうふうに私はもう <laughs> 一連のジャニーズ問題を取り上げてですねすごく思いましたまあそれはさておきねあの旧ジャニーズのねあの問題というのはまあ水に流されようとしてるわけですよそれは絶対に許してはいけないことだと思いますし、えー、そこはねちゃんと質問に答えるべきなんじゃないかなと思いますよ東山社長ね3回目の記者会見開くって言ったじゃないですかやってないんじゃないですか嘘つきですよ東山さん完全に嘘つきですよ でそれは配達場のマントきちんとうちの本間と佐藤の質問目の前で答えんかいな、ね、えたらうちの番組でんかい悪いと。いや出てくれたらすげえけどな尊敬します。はいその場合はノーカット編集版で、えノーカットで編集なしでお送りしたいと思います。えー、なわけで今日も読書じゃねー。ーはい今日もありがとうございます。電通と戦う本間マリュウさんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、 いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応してます。よろしく。今日も読書。それでは。